千鳥大悟は後輩とナンパに行き好みの女性に声をかけたが、それはおのののかだった。フライデーにヒョウ柄茶髪美女との不倫疑惑が報じられた大悟、妻からは写真撮られた服で帰ってきたら殺すぞと檄を飛ばされた。さらに女性自身に金髪美女ダンサーとの不倫疑惑が報じられ、大悟はこんなん出たらさすがにまずいですわと撃沈した。大悟は不倫疑惑について、浮気はしてないのにこんな書かれ方をすることがあるんじゃなと妻に伝えた。妻からはお前大芝居売ってきたなと言われた。番組でギャンブルをやるため5万円を持参した大悟、しかしその5万は不倫相手から借りてきたものだと共演者にバラされた。2011年に映画で石原さとみと共演していた大悟、その10年後にテレビ局のエレベーター前で偶然再会した。石原から覚えてますかと聞かれた大悟は、カッコつけておうとだけ答え、エレベーターに入った。ダウンタウン松本から嫁はんは何番目と聞かれた大悟、ダントツでナンバーワンと答えた後、ここからの差がすごいからと余計な一言を言った。